こんばんは。短冊ありがとうございます。お疲れ。かわいい。ありがとうございます。短冊ありがとうございます。テロップ入れます。このワンピースグレイルだよ。みおちさんと西湾を持ってる。めっちゃ可愛くない？一目惚れして絶対今年の夏着たいと思ってた。みおちさんと同じ色で西山と色違いなんだよね、これ。そう、グレイルだよ。グレイル愛好家なので。 バブルありがとうございます。明快。短冊ありがとうございます。うわ、言うと思った。10期の見た？見たよ。 あれも知らなかったから超楽しみ。めっちゃ乃木坂さんとか欅坂さんとかみたいな感じに急になっちゃって、加入して3ヶ月で虫を食べた9期とは結構違いますけど、めっちゃ楽しみね。めっちゃ楽しみね。あの制服はでも伝統の制服だよね。伝統、楽しみ。12時、平日の昼間だけどめっちゃ気になる。昼休みに見ようみたいな。 短冊ありがとうございます。バブルありがとうございます。短冊ありがとうございます。バカンスな飲み物ありがとうございます。3日間楽しかった。でもほんまや、3コンボ終わったね。3コンボは3日間友の方もいたのかな、もしかして。3日間楽しかった。でもありがとうございました。今日は黒目がでかいヨシミンです。いつもよりでかいカラコンつけてるから、めっちゃ目でかい。でもこの前初めて黒目大きいって言われた。裸眼の時、学校の友達大きいと思ったことなかったから嬉しかった。単独会いたい、ありがとうございます。あ、そう、テロップいつ？15 M の3、仕込みももう一回あるのかな。もうすぐ。バブルありがとうございます。わあ、ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。それクレール。どさくさに紛れて。 ボブと会ってておしゃれ。やったー、かわいいよね。ハートありがとうございます。と、こんばんは。短冊ありがとうございます。似合ってる。やったー、かわいい。ハートありがとうございます。こんばんは。バブルとハートありがとうございます。バラありがとうございます。ハートとバブル、バブル、バブルありがとうございます。バラありがとうございます。初めての後輩、そうなの。楽しみ。同い年くらいの方いたらいいな。仲良くなりたいです。めっちゃもうポニテできない。ポニテ好きだった？好きだった？ポニテできない。一つにはできるけど、チビ一つ意外と結構くくれるんですよ。公園でやってみようかな、アレンジ。もうさすがに暑すぎって時しようかな。意外といけるのよね。あ、そう、ローモバが燃えてるんです、今。ちょっと借りるよ。ほうほう。ボーボーです。燃えてるの、みんな。バリアよろしくお願いします。イベント終わってから開いてないって方も結構いらっしゃるかもしれないんだけど、お引っ越しなのかな。やっぱ引っ越した方がいいよねって思った。引っ越すの別にダメじゃない気がするんだけど、どうなんだろなんか、あやねはいいみたいなこと言ってたよ。あんまり狙われたらって。う。あ、そうそうそう、それはイベント期間中はもし狙われすぎたら別にどうしてもいいよって言われてたんですけど、あ、基本はホームページに書いちゃってるからさ、それホームページを変えたりしないといけないから安易に変えるのはダメなんですけど、ほんまに狙われすぎるときは変えてもいいって言われてたけど、イベント終わったからさ、もうあれやん、ホームページとかもあまり関係ないから勝手に書いていいんちゃうかなって思うねんけど、どう思う？ね、もう燃やされ、同じ人にさ、ずっと燃やされるからさ。でも引っ越してもなんか記録とかされてんのかな、アイルのアカウント。
短冊ありがとうございます。10期生にはハマりません。私は9期ラブ。ほんまか言うたな、みんなみんな言うたな。しれっていう趣味にいてもバレない説、まあ、ティザーね、あれならいいけどあれは足やから足と大阪城公園やからいけるいける、あれはねめっちゃでも楽しみ。ピアノやってて、そう、みんなバリア残ってる人はね、バリアよろしくお願いします。燃やされてるの、みんなで積み上げたパワーが。ハートありがとうございます。外羽かわいい、やったー。巻くの難しかった。短冊ありがとうございます。バブルありがとうございます。音大生っぽい絞るな、絶対優しい先輩。後輩とか中学生以来やわ。ね、高校も部活入ってないからさ、あの高校入学するときにはもう NNP 入ってたからさ、部活入ってないから、ほんまに中学生以来。中学生のときは吹奏楽部でトランペット吹いてたから、トランペットの可愛い後輩が一人いたんですけど、そう、めっちゃ優しくて卒業式わざわざ来てくれたんですよ。あ、そう、あのコロナ禍やったからその学年と親だけやったんですけど、わざわざ花道来てくれて花束くれた優しい可愛い後輩が一人いたけど、それ以来だよ後輩っていう短冊ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。ついに自分が10期で入ることがバレる日が来ましたやばいやばいバブルありがとうございます。ありがとうございました。4部こっそり推し編はバレますそういうのバレるのよ。満足ありがとうございます。タコありがとうございます。ほんまや、待ってまさになってた。15日の M のサイン公演待ってます今日の12時から申し込みスタートしているのでぜひ待ってます。待ってまさM もなかなか、あの M 回数少ないよね、あの NMB2 研究生の声の中でって感じじゃない。そうなので皆さん待ってます、ぜひ待ってますか。バブルありがとうございます。そう、久しぶりの久しぶりの昼夜だよ。あ、その前に10日やったー、待ってます。ハートありがとうございます。よしみに先輩の風格を感じた、やばい、ほんまに、いやー、ありがとうございますバブルありがとうございます。あ、わざとじゃない、10日の発見してきた、お、ありがとうございます。バッチリやね、恋愛のも横浜が待ち遠しい、ほんまに早く来てほしいですね。浴衣可愛かった、ありがとうございます。当選祈願、ほんまに当選祈願。バブルありがとうございます。短冊ありがとうございます。今日浴衣の写真で、ね、数えてみたら150枚写真撮ってた今日やばくな い, やばい、めっちゃ背景がさ、あのグレーのめっちゃいいからさ、うん、しかも光もめっちゃ綺麗だから、撮ってたら数えたら150枚撮ってましたレインボースターありがとうございます。俺もな緊張しました、嬉しい、ありがとうございます。10期生からなんて呼ばれたい、なんでも嬉しいですけど、なんでもいいな、あんま想像つかないからさ、呼ばれてるところ。ありがとうございます。うわ、バリアがつきました。そうだよね、でもあのギルドコインで確か買えるから、ヘルプしたらもらえるギルドコインで、うん、ぜひ。短冊ありがとうございます。まあせめてシェルターですね、シェルター無料だから。これアーネのどこに行ったのかな、あ、帰ってきたよ。あれ、アーネのロード、あの、そのなんか捕まえられてたんですけど、アブダル、アブダル強いのやつアブダル強いがね、あの捕まえられてたんですけど、なんか何も通知なく気づいたらあの帰ってきた、処刑待ちになってたのに、で、あれ、なんかあのキノコみたいなやつ買ったのに
きのくちゃんはなんか実実食べたん？うん、使ってないのに買った買ったは買った買ってたけど使ってない。今日なんか気づいたら帰ってきてた。よかったよかった、ハートありがとうございます。それでは聞きまた引っ越ししました。ここに引っ越ししたよだっけ。ハートありがとうございます、ね、いつまで敵をかからんくてさ、今より襲われない場所そうそうない。ああそうだよね、あそこはこう姉たちからしたら結構資源がなかったりして、なんか外れだったり、あなんか離れ周りに何もなくて離れって感じだけど、逆にそれがまだ狙われにくかったのかな。えなんか島とか海辺とかあ確かに海辺とかにしようかな。ハートありがとうございます。イベントあったから勝手に飛行していいんちゃうかなと姉勝手に思っている。ハートありがとうございます。バブルありがとうございます。移動しても追いかけてくるんだ。バブルありがとうございます。ナンバーよしみ一択ありがとうございます。今日は楽しかったよ、あれも楽しかった。レインボーストありがとうございます。こんばんばん。あそう、ウーカさんのね今日見に行ってきたんですよ、お話し会終わりに。じゃん、和製吸血鬼伝、あの劇団外場小町さんのを今日見に行ってきて、どうでしたか？めっちゃ面白かったです。すごかった、盾が盾と総踊りのやつがすごくて、ウーカさんめっちゃ綺麗でした。ウーカさんはあのチャチャ役だったんですけど、豊臣秀吉の奥さん側室、そうチャチャ役だったんですけど、めっちゃ綺麗でした。なんかお姫様オーラがすごくて、そう立ってるだけでねオーラがすごかった。見たよって方いるのかな、吸血鬼で。ハートありがとうございます。あと声がめっちゃ綺麗だった。なんかなんていうかな、お芝居の声っていうかお姫様の声っていうか綺麗でした。顔ちっちゃくて、うかさんハートありがとうございます。バブルありがとうございます。あれだよね、ダンスね、そう総踊りのなんか全員で踊ってるダンスがもうすんごかった、うん、すんごかった。バレエを取り入れたね、そう迫力が。バブルありがとうございます。こんばんまさいじってるなあ、僕もトランペットいいね。あー何々民ね、いそう、ニックネームね、語尾が民の先輩ってマナミンくらい先輩じゃないけどメンバーメンバー、それ名前がなマナミまで来てるからね。あでもヨシミか、ヨシミマナミンホイミン、ちょっとNNBNNBで、えなんか考えると分かんないよね、なんかこうし流れでさ、ユーミ先輩ユーミン、あほんまやユーミさんや、うちは増えるのかな、えおしましはバレまーす焼きそばパンパシリやばい焼きそばパン売ってないしだるまありがとうございますちょっと言ってほしいよね、あごめんファーボール買ってきてとか、きなこ揚げパンとかね、いやファーボールサンミーサンミーとか、サンミーやばい、だるまありがとうございます、パン買ってきてって、バブルありがとうございます、ハートありがとうございます。10日お邪魔します、ちょいお邪魔しますありがとうございます、待ってるね。15当たりますように、当たりますように。枚数足りなくて何も話せない、いやあるあるだよね。あいねも終わってからさ、あれ話したかったなとかこれ話したかったなとかあれもあったなって毎回思うんだよね、絶対ねえ足りないです。あきら先生密着動画待機、あいねも
あの大気だから。今年の流れ星ありがとうございます。バブルありがとうございます。おファニー連携して15日申し込んでみた。ありがとう待ってるね。あやねんさん新しい。レインボースターありがとうございます。あ、のれんありがとうございます。短冊ありがとうございます。あ、外箱町行ってたんだ、いいよね、素敵でした、めっちゃ。そう、少女歌劇団の方とか出てたりとか、お友達も出てたりして、そうなの、お友達の活躍も見守ってきました。1日で150枚やばいよね。ルイムスにマジでめっちゃあげるかも。あげ損ねたロングの写真結構あるんだよね。しかもロング派の方への動写真、今日の写真もいっぱい、でももう1週間分ぐらい撮りだめしたから、いろんな種類でね、引きとかアップとか浴衣違いとか後ろ姿とかね、1週間分ぐらいある。海外旅行行った波だよね、ほんと。バブルありがとうございます。ね、高級感ある背景で可愛い。あれアムザにチェックイン、いいねいいねいいね。バブルありがとうございます。レイニャほんと撮ってそう。450枚ぐらい撮ってそう。バブルありがとうございます。似合うありがとうございます。あ、え、ほんまや、星見てへんやん。星見な、配信終わったら星見るわ。でも今年珍しく晴れですよね。もう大体雨だよね。ね、大体雨やけど今年晴れやから、ね、今年こそ見れそう。バカンスの飲み物ありがとうございます。あ、それそれ、アブダル、バカ、違う、ブーブーブー、あり、外れたとか。よしみ先生やばい。めっちゃ見てくれてる方やん、それ。12時間か24時間とか分かる、8時間とか時間忘れちゃうんだよね。でも結構いるよね、分かる。え、ワイノロード帰ってこないどういうこと。帰らぬ人ってこと。え、やばい、それつら。短冊ありがとうございます。神テープ。前に、なんか皆さんバリア忘れないでねって言われた5分後ぐらいにボーボーやった、ね、そうそうそう。人差し取られてました。人質取られるとかいうパターンもあるの？もう知りません、やばい、手放して持てる。短冊ありがとうございます。おばあちゃん言ってないのよそれ。しれ、俺もロードしれっと帰ってきてたよね、わかる。あ、でもしれっと帰ってきてた。ママミンの顔を想像したい。ヨシミンはパーツごとに違いますね、ママとパパ。目はママだけど鼻はパパで、顔の形はママかな。アイヌよりパパの方が顔ちっちゃいぐらいだから。ちょっとそれじゃ私の顔がでかいじゃない。そういうわけじゃないけど、そういうわけじゃないけど、ママは骨格が、顔の骨格ちっちゃいんですよ。おでこが広くってちょっとうっすらしてるのはヨシミだよね。うん、おじ、うちの同居してるおじいちゃんボーボーやもん、髪の毛。うん、いや、あれも別に髪の毛ボーボーだけどね。あれね、なんか世代交代の時にデコミンで出てた時に結構ここやばかったよね。え、そう、立派な、ハゲてた、立派な、いや、ピッカリしてるなって。まあ、デコ広い方だよね多分。うん、指5本分ぐらいあるもん、6本ぐらい、7本、デコ広い方だったの。ほんまや、どんまいやわ、ほんまどんまいですわ、ほんま。わからんかな。うわ、頑張れ。バブルありがとうございます。だるまありがとうございます。山にここまで出てくるの賢いなっていうか、あれ指定だったんですよ。
あそこにしてくださいって言われて最初にそこに転送しました。感謝ですね。確かに引っ越しして NNB アンダーバー運営置き去りになるやん、ほんまや。そういうことか、勝手に引っ越したら置き去りになるんや。てかあのどなたかももう自ら離れてたんでしょ。たぶんあのドラゴンアリーナで飛ばされたまんまの方が何人か。ひっそり運営してる人もいるんじゃない。バブルありがとうございます。バラありがとうございます。え、知り合いが前に可愛い子がいると思ってヨシミン近くにいたらしい。やば、そうなんや。めっちゃ気抜いてる顔してた、多分お友達と会ってたから。え、だってすごかった。そう、すごかった。読めるよ、殺人。ハートありがとうございます。なんてさくさんね、ウーカさんと話したい、話してたよ、めっちゃ。だって前回の789ライブはウーカさんがプロデュースだったし、オーディションもウーカさんだったし、姉をね、青いレモンの季節を選んでくださったのもウーカさんだから。ハートありがとうございます。バブルありがとうございます。あ、こちらウーカさん、アクリルなんだっけ、アクリルスタンドです。じゃーん、卒業公演も行きました。これかわいいよね、かわいい。ムーミン、ボブミン、ビクミン、ね、違うの、みんな NNB じゃないから、みんな。あ、バカンスのようなありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ボブかわいすぎ、やったー、ありがとうございます。敵マーサーいじってる、おもろ。行ってきまさ、おはようございます。ほんまや、恒例のなぎチャンネル登録チェックないんや、寂しい。ほんまや、そういうことか、寂しいな、それ。バブルありがとうございます。あれだよね、中学生の時携帯をすごいあれだったんだよね、セキュリティとかが強かったんだよね、前にが。何の話、今思えば救急じゃない、めっちゃ。いや、だからその今思い出して、なぎチャンネルの登録がそもそもできなかった。え、すでに YouTube はアカウント作ってなかっただけだよ。作らなかったのは、そもそも YouTube を見ることができなかったの、アイネの携帯で。え、そうだっけ、アプリで。アプリのダウンロード。会いたい、ゆうた、ありがとうございます。最近のダイソーしれっと更新してるので、みんなよろしくお願いします。最近なんか本当にルームスめっちゃ急増してて、もう本当友達、フィルタリングですね、友達100人みたいになってきてて、ありがとうございます。で、よしみ増えて嬉しいです。みんな仲良くしようね。ハートありがとうございます。花束ありがとうございます。声出して笑った、ママは顔でかいとかそうじゃなくて、毎日起こしてくれてるの、それだとあれでもでかいってことやから。小さくはないよね、あれでも、うん、そう、ちっちゃい、まあ、だからデコもで広いんだけど。でもあの公演の時に、多分みんな思ってると思うけど、めっちゃ見つけやすいよね、顔でかいから。顔でかいだけど、ちょっとインパクトはあるというか、顔でかくてごっついから、硬いが、別に硬いがでかい方ではないけど、あの本当1年前の肩幅は狭いんでね、それちょっと撫で方だし。あのコンサートとか本当に多分50何人中50何番だよね、最初。
顔のデカさ、違う違う逆じゃん、違う逆が顔の小ささか、序列っていうか多分あ、スミッチョだけど顔デカいから見つけれるってこと、うんうんうん、そう思ったらすごいよね、夢があるよね。レインボースターありがとうございます。確かにまあ10期生のね、あのなんていうの、10期生もこんな人もおんねやってね思ってくれたら、こんな人もおるから諦めんとこって思ってくれたら嬉しいですね。短冊ありがとうございます。ハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。よちよち、お菓子飲まってる？ごめん、でも全然違う人指差しとったもん。ハートありがとうございます。横におるか分かれへんわ。うらなまちゃん登録チェック。単独ありがとうございます。あすいさん安心フィルター、ハートありがとうございます。あやねちゃんはイエベです。イエベ春、ちょっとブルベだと思ってたんですけど、ブルベだと思ってたっていうか、ブルベが好きだから強行突破してたけど、最近認め始めました、イエベであること。めっきりイエベカラーばっかり使ってる。イエス、ラブレターありがとうございます。フジモンやばい、目立ってなんぼ。よく言えばね、具体映えするよね。手が長くて白いでにやけてるだって、優しい。ありがとうございます。舞台映えするから全然 OK。 よく言えばね。美白だからすぐから優しい。あ、ポニーテ振り回してたのはあるよね。でもボブはボブで見つけやすいよねきっと。あ、誕生日します、すいませんすいません、わあごめんなさい、コメント後で読んどくね、ありがとうございました。明日は夜かな配信します。13位サトヤンさんありがとうございます。12位オオミさんありがとうございます。11位マサダカミーさんありがとうございます。10位コバトンさんありがとうございます。9位ダイくんありがとうございます。8位アサガさんありがとうございます。7位ウーカミンの箱推しさんありがとうございます。6位サトシさんありがとうございます。5位平八さんありがとうございます。4位ヨンさんありがとうございます。そして3位はテケ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  F さんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はテケ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 テン、ミョンさんでした、ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はテケ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 テン、アンケンさんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも来てくださってありがとうございました、ありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。15日の M のサイン公演ぜひお待ちしてます。明日朝なのね。あ、朝なの、あれだよ、夜ん勉強。あ、そんなに明日ないよ。明日テストは多いけど、明後日そんなにないから夜します。久しぶりに、あ、今日も夜か。では次の配信も来てくれるかな。